5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.本日はサンダーバード55周年シネマコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。今回演奏するサンダーバードの曲は全て西村さんが書き下ろし編曲したものになります。
ジャズピアニストの松永隆さんです。出会い、はい、まあでも本当日本の最初の放送が1966年って僕が1歳だったんで、はい、まあ、物心ついた時にはあったっていうか、だから何だろう、物心ついてそれである日突然始まったっていうんじゃなくて、皆様こんにちは、私はサンダーバード5号のプロデューサーと監督スティーブン・ラリビエです。6年前に50年記念日のために新しいサンダーバードエピソードを作りました。黒柳さんは今自分の YouTube の番組を持ってらっしゃるところで、こう人形を手にかつて仕事したペネロープの話をしてくれて、そのすごくそれを今でも誇りに思ってらっしゃるという話をして、それが聞いたのはとても良かったですね。
日本で唯一イギリス本国からサンダーバード複製人形の製造を認められている造形作家の坂本健二さんです。ここにものすごい迫力のお人形が並んでるんですが、ね、あこんなところに見えてましたからね。あのそうです、劇中ではかなり悪いことをしてくれる、おじさんなんですけども、はい、よいしょ、うん、見ますか。すごい光りました。前の方の方気をつけてくださいね、寒いですね、かからないように。あまり目を見ないように。こんにちは、柿沼です。永遠の少年たちに捧げる大人のこだわりが詰まった究極のジオラマ、サンダーバード秘密基地。ラストはサンダーバードの日本語主題歌を特別な形で皆様にお届けしたいと思います。フォレスタの皆さんです。さあ今から歌っていただきますサンダーバードの日本語主題歌なんですが、66年の日本での放送に際し東北新社の手で作られた日本オリジナル楽曲です。 Why?